今日大体今日の福音は、私たちをこの新しい一週間に導いてくださいます、私たちがもうこれから、過ごす一週間の流れではいろいろな関係に入ります。関係をつながります、つながります。あるいはもう結婚生活の中にあるいろいろな、関係、妻と主人と、子供たちと両親と、そしてもちろん兄弟と、友達と恋人となど、その関係はどういう関係であるかを今日の福音では私たちがはっきりわかります。私たちがあんまり自由な人ではない。ですから私たちの関係は自由の中にある関係ではありません。私たちがもう、感情に奴隷されているものであるから、感情的に動きます。感情的につながります。相手とつながります、接する。感情的に、愛情的に相手を見ます。相手に話します。相手のことを受け入れるか受け入れないか、認めるか認めないか。だからキリストは私たちに今日注意しなさい。つまり教会の中では、共同体の中では、天霊の中では、その食卓、ね、その食事、ね、キリストは今日食事に対してについて話していますから、ね、すぐね、食事とか食卓について語るとすぐ感謝の祭儀など天霊のことを考えます、ね、すぐか、まあ、もちろん考えられますから考えます。で、天霊の中では私たちは一つのことを経験します。キリストが糧として自分のすべてを私たちに与えます。だから彼に感謝をしない人々ばっかり招きます、なんか返すものがない。感謝の気持ちで感謝を表すために何も持っていない私たちをいつも毎週の土曜日、日曜日、私たちを招きます。私たちのために命を懸けました。まだまだ私たちをそのまま受け入れ、私たちをそのまま許し、で、私たちが本当に許された時には、感謝をする、キリストに感謝をするためには何にもない。まだ罪かもわからない、まだ罪を重ねるかもわからないにもかかわらず、キリストがまだ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 いつも私たちを愛してくださいます。いつも自分を全て私たちに与えてくださいます。それは不思議ですけど、それこの愛を天霊、感謝の祭儀、いろんな御言葉の祭儀 などその共同国会の中には、そしてもちろん国会、その許しの非正規、御言葉を聞いた時にはいつもこういう経験をします。こういう経験が私たちの目を覚ます、開く、私たちの心の目を開きます。私はふさわしくないのに、資格がないのに、私がもう本当にありがたい心を持っていないのに、逆に罪を犯すことによってキリストを殺そうとした時には、あの相手のうちに生きるキリストを何回も何回も殺したのに、キリストが私を改めて招きますか。もう一度私に全てを与えてくださいます。もう一度私を許してくださいますか。こういう経験が私たちの深いのところまで届くと、私たちの心を変える、私たちの気持ちも変えます。私たちの態度、心の態度、私たちの考え、私たちの気回りも変えます。私たちの目を開きます。だから
本当に私たちが病気である私たちがクリストに招かれたようにクリストから命をいただいてクリストに返すことができない私たちが相手を同じ形でクリストと同じように招きます。つまり受け入れます。つまり自分を与えます。奥さんが主人に何も待つことはできない。感謝の気持ちを待つことはありえないけど幸いです。それを分かるとすれば幸いです。どうして人間肉には命がないからその命を探してはいけないです。かわいそう。この相手に命をまだ探す人はかわいそう。いつも空っぽとなってしまいます。残ってしまいます。いつも、空腹、絶望。しかし、主人、奥さん、子供、など、恋人など、何にもないものを通して招いたら、ありがとうさえも、言うことができないものを通して、貧しい人を通して、招いたら、そして、その人々に、その相手に、貧しい人を通して、相手に、世話をしたら、欲しいをしましたら、幸いです。どうして、キリストだけがあなたに、その報い、その感謝、その気持ち、その命を与えてくださいます。だから幸いです。人間には報いを探さない人は幸いです。どうせキリストだけにその報いを探すから、その報いをいただくから、自由に相手のために命をかけることができます。裁かない。相手を責めない。相手にはもうその欠点を見ない。もうすでにわかるから、すでに病気であるかわかるので、主人がもう病気、目で見えない、歩けない、何もできないとわかったから、すでに。そして、恋人にも、結婚した時には、ああ、素晴らしいだから、ああ、私を愛するだろう、私をいつもそう、じゃなくて、結婚式の愛、その結婚式には、私たちはこの制約を変わるけど、交わすけど、やっぱり全然違う気持ちです。希望していない。クリストが私たちの制約の承認であるから、クリストが私たちの制約を全うしてくださるから、結婚することはできます。ああ、この自由が教会の中では私たちに与えられます。信仰の道の歩み、その、を歩む。ことによってその経験をしてその命その報いをいただきながら自由が与えられているから自由のうちに相手と一体となることができます。相手のために命をかけることができます。新しい関係、キリスト者の関係、自由の関係、愛の関係。良い週を過ごしてください。